皆様どうもこんにちは。本日はですね、またもやビッグニュースが飛び込んできました。それはですね、かねてから噂はあったんですけれども、ソニーのですね、新しいミラーレスカメラが、しかもフルサイズのミラーレスカメラがですね、そろそろ出るのではないかというふうに言われてました。まあ、α9S か α7-3か、どちらからだろうというふうには言われてました。で、その中でですね、今日は、α7R3 が出てきたんですね。で、α7の3型です。それがですね、最初に無印じゃなくて、R が一番最初に出てきたんですね。それが、こちらのカメラになるわけなんですけれども、こういったですね、新しいミラーレスカメラが出てきました。なので、今日はこれについて、まぁ、ちょっとですね、見ていこうかなというふうに思います。それではですね、よろしくお願いいたします。で、まずですね、このカメラなんですけれども、発表は今日ですね、本日10月25日です。で、発売日は、11月25日なので、ちょうどあと1ヶ月ですね。あと1ヶ月で、発売ということになります。で、価格の方は、まだオープン価格なんですけれども、どっかで見たんですけれどもね、37万だったかな。税抜きで37万ぐらいだったはずなんで、まあ、税込みで約40万ですね。それぐらいの、価格のカメラになります。まあ、α7 系の一番高画素のモデルになるんで、α7R2 がだいたい最初ね、40万ぐらいだったんで、それと同じぐらいになるのではないかなというふうに言われてます。で、こちらが、一応ですね、予約はですね、10月31日、10時ってもう決まってるんですね。それぐらいから、まあ、予約を開始しますよと。で、いろいろここに特徴がね、文字でザーって書かれてます。まあ、ここら辺はですね、読んでいっても仕方ないんですけれども、まずですね、センサーはですね、前と同じみたいですね。4240万画素の、これがですね、裏面照射型の、センサーになっているというところになっているみたいです。なんで、センサーはですね、新規開発しているわけではなくて、α7R2 と、まあ、共通ということみたいですね。で、ただし、画像処理システムですね。噛んでしまいましたけど、画像処理システムが新しくなってるみたいで、そこら辺のですね、見直しがかけられたというところが、ここら辺に書いてあります。で、そのためにですね、常用 ISO 感度がちょっと伸びてるよというところですね。拡張の方は変わってないのかな。確か初代じゃない、2代目ですね。α7R2 が、だいたい10万ちょっとぐらいだったと記憶してるので、まあ、拡張はね、緊急的に使う分なんで、標準で見ていくと、まあ、少し伸びたよというところだと思います。で、ただしですね、画像処理エンジンの見直しがかけられたといっても、僕が以前からずっと気にしているところですね、ここちょっと見てもらったらわかるんですけれども、圧縮ローでの連写撮影時、バルブ撮影時、長秒ノイズリダクション時は12ビットに制限されますというふうに書かれてます。これね、やっぱりまだ直ってないんですね。この前ですね、まあ、内々だと思うんですけど、一応ね、ブログの方には、書かれてたんですけれども、まあ、とあるですね、ショップのブログに書かれてたんですけれども、まあ、そちらではですね、α7S2 の貸し出し、それをされてですね、まあ、星空撮影で、なんかね、問題があったりしたら、まあ、教えてくれということだったみたいなんで、ちょっとね、僕もそちらの方でコメントしたり、で、前々からね、言ってるように、スターイーター問題っていうのがあるんで、それをね、まあ、解決してほしいと思ってですね、前からですね、ちょっとまあ、動画で喋ったりなんだりっていうのをしてます。で、いよいよね、その問題を認識し始めたかなと思ってたんですけれども、残念ながらね、まだこのバルブ撮影時の12ビットっていうところに関しては改善がまだ見られないのかなというところです。で、これはね、多分おそらく、圧縮12ビット、まあ圧縮っていうのかな、これ、12ビットになったらですね、やはり同じような問題が起きてしまうというようなことが、懸念されますね。
で、まあ本当はね、まあ実際撮ってみないとわからないんですけれども、ただまあこういう、まあコメントというかな、注意書きがあるっていうところはですね、まだもうちょっとそこら辺に関しては、進歩が必要なのかなというふうに思います。次のね、もしかしたら α7S3 かな、それぐらいあたりから、できればね、改善が見られると嬉しいかなというふうに思います。まあ残念ながらね、まだその、なんというのかな、バルブ撮影ではちょっとね、厳しいところがあるのかなというところです。ただ、サイレント撮影とか、連写撮影とか、そういう時はですね、フルに14ビットで記録できるようになってるみたいです。昔はね、そのサイレントとか連写でも12ビットっていう制限があったんですけど、そこに関してはですね、進歩が見られるという、まあそういう話でした。なので、まあいずれね、このバルブ撮影時も進歩してくれると嬉しいかなと思います。で、あとですね、α7R2 の時にですね、非圧縮のローでも問題が起きてたんですよ。で、ある以上ね、何秒だったかな ?3 秒か4秒かそれぐらいね、露光時間が長くなってしまうと、勝手にノイズリダクションがかかって、まあ、スターイーターというね、星が消えてしまう問題が起きるわけなんですが、まあ、それがですね、どれぐらい改善されてるかなと。バルブの時はちょっと厳しいかもしれませんけれども、まあ、プリセットでの撮影の時に、どれぐらい改善されてるのか、ね、そこがですね、個人的には一番気になるところです。まあね、この前わざわざ星屋さんに貸し出しされて、まあ、テストしてほしいっていう話があったぐらいなんで、ちょっとはね、進歩があってくれるといいかなというふうには思います。まあ、ちょっとね、だいぶちょっと今ネガティブなことを2分ぐらい話しちゃったんですけれども、2分3分ちょっと話しちゃったんですけれども、まあ、ここら辺に関してはですね、今後の課題っていうところもあるかなと思います。で、じゃあ次、まあね、ここはまあ課題として、ポジティブな方行きましょうか。で、4D フォーカスっていうですね、非常に速いフォーカスがですね、これ α6500 も搭載してたのかな、とにかくですね、フォーカスがすごく速くて正確という、まあそういったですね、まあ方式があります。で、これがね、ソニーさん独特のまあ方式でしてね、まあなかなかね、動画の方とかでは、好評らしいですね。で、それに加えて、連写速度も強化されてまして、4240万画素、そういった画素数でありながら10コマ毎秒と、最高約10コマ毎秒っていうところがあるみたいですね。これはですね、D850 よりも早いです。D850 が最高で9コマ毎秒だったので、まあ、画素はね、300万画素ほど少ないですけれども、まあ、4000万画素台でこの10コマ毎秒あるっていうのは、非常にですね、早いかなと思います。ただね、まあ人によってはですね、高画素モデルでそんな連写速度があっても、記録がしんどいよっていう人もいるんですけどね。まあ、これはあるには越したことはないかなってところです。確かにね、それを言われてみれば、確かにそうだなってところはあるんですけどね。ただまあ、カメラとしての進歩はしてるよというところだと思います。まあ、AF が早いのはいいですよね。出して、そのままですね、パッとピント合わせて撮影できるっていうところに関しては、まあ、オートフォーカスが早いところに関しては、高画素であろうが、まあ、低画素であろうが、いいかなというふうに思います。まあ、連写も遅いよりは早い方がいいかなっていうのはありますね。で、高解像のね、4K も撮影できますよと。動画の方でも 4K 記録が当然のことながらできますよというところみたいです。で、4K のね、全画素読み出しのそういった 4K ができますよというところです。まあ、ただね、動画はね、α7S のシリーズ、あちらの方が、より強いっていうイメージがあるんで、まあ、このね、α7R3 はどちらかというとスチル寄りかなっていう感じですね。画素数の高いモデルっていうのは、基本的にはですね、スチル寄りかなっていうイメージはあります。で、この小型軽量のボディなんですけれども、ただこれすごいですね。レリーズのね、耐久性が約50万回もあるんですね。これはすごいですね。大抵ですね、10万回とか15万回くらいだっていうイメージなんですけれども、耐久性が50万っていうのはこれすごいですね。かなりですね、頻繁にシャッターを切ってもなかなか壊れないという、まあそういったタフなモデルになってるみたいです。そういった、まあプロの方も使っていただけるよというですね、そういったモデルになってますということが書かれてます。で、さらにね、今回新しく搭載されたのがですね、ピクセルシフトマルチ方式っていうのかな。ね、これペンタックスさんでもありますよね。このセンサーをですね、1画素ずつずらして、R、まあ普通ですね、ベアっていうのは RGGB で情報を取得してるわけなんですよ。で、それをですね、保管して、データとして、まあ画像として出してるわけなんですけれども、これはですね、
その RGGB を、1画素でやってしまおうということですね。で、この1億6960万画素分っていうのは、これ多分どういうことかっていうと、赤で、約4000ちょっと、まあ、4000万画素にしましょうか。で、赤で4000万画素。で、緑2つでそれぞれ4000万画素。で、さらに青で4000万画素と。計ですね、その4000万画素がですね、4つあるんですよね。で、それが1億6960万画素ということだと思います。で、その4つを1つにまとめて、要するにですね、ベアで、保管しないような、4240万画素というところがですね、ポイントだというふうに思います。で、このね、RGB のうち、1色分の色情報をですね、各画素ごとに得てですね、さらにその高解像、保管処理っていうのがね、これベアっていうところだと思うんですけれども、それが不要になって、さらにですね、その4240万画素の性能をですね、フルに引き出すことができるというところだと思います。ただ、これはあれかな？止まってる被写体じゃないと多分ダメですね。ちょっとそこら辺はね、ここ、ちょっとこれ見ただけじゃわからないんですけれども、あ、ブレが発生すると正しく画像が合成されませんって書いてありますけれども、なので風景とかね、そういうものだと思います。ペンタックスのね、方式でも同じなんですけれども、その風景とかバッチリ止まってるような、ね、そういったものでなければ、正しく、画像が、合成できないというところだと思います。まあね、高画素モデルなんで、基本的には止まってる風景を撮るような、そういうものだと思いますんで、一応ですね、十分かなというふうに思いますけれどもね。で、この4240万画素をフルに活かすこの方式、これあれなんですね、ペンタックスさんの特許ではないんですね。なので多分ソニーさんも全く同じ方式だと思うんですけれども、同じようなことをここでやられてるよというところだと思います。で、これがですね、一応今日、発表された、その内容ですね、新製品というところでプレスリリースがこんな感じで出てます。で、もうですね、製品の紹介のページもここに出てますね。ここにこれが α7R3 ですよっていうですね、もうそれが出ています。で、この後もですね、いろいろ説明がこの下にも書いてます。ただまあ特徴の部分とかあんまり書かれてないかな。で、ここら辺もね、信号システムを一新して、さらなる高解像と低ノイズ性能を実現というふうに書いてあるんですけれども、これはですね、ここら辺も先ほどの説明と全く同じかなというふうには思います。で、ずっと同じようなことが書いてあるのかなというところですね。で、ずーっと同じようなことが書いてあって、どこら辺かな？主な仕様についてはこちらっていうのがありますね。で、ここにですね、おそらくパンフレットにこのままなると思うんですけれども、まあ、PDF ファイルにですね、こういったですね、ものが、載ってます。これおそらくそのままパンフレットになりますね。α7R3 デビューというふうなことを書いてます。で、やはりね、この謳い文句のあたりは、全く同じようなことが書かれてますね。信号処理システムとか、強化された、基本性能、AF だとか、連射速度というようなことが書かれてます。で、ずーっと同じようなことが書かれてて、で、ここが仕様表ですね。まあ、ここら辺の方がね、見やすいかなっていうのはあります。で、まあ、14ビットロー記録っていうのはね、まあ、一番自分が気にしてるこの部分なんですけれども、おそらくこれ、非圧縮ってでもついてないけど大丈夫かな？非圧縮14ビットローになってると思うんですけれども、そういったものが出力されますよということが書いてます。これでも非圧縮っていう設定語がないけど大丈夫かな？それに関してはね、発売されてみないとわからないですね。多分非圧縮になってると思うんですけどね、ちょっと気になるところではあります。ただね、ここのバルブ撮影時のところにアスタリスクないんですけど、このパンフレットではアスタリスクないんですけれども、残念ながらバルブ時は、12ビットになってしまいます。ここにね、昔はね、説明がされてたんですけれども、今説明は省かれちゃってるんですけどね、ね、その問題に関してはまだですね、引き続き残ってるかなというところです。で、他にも基本性能はね、ここずーっと見てもらえればわかりますね。こんな感じになってますね。はい。ということで、これがまあパンフレットでしょうね。これがおそらくパンフレットになって出てくるのではないかなというふうに思います。ということでですね、今日は、こちらの、まあ、ビッグニュースとして、ソニーさんの α7R3 が出てきましたよというところです。まあ僕がですね、気にしてる、そのまあローの記録時の時ですね、まあそのバルブ撮影時に、12ビットになってしまう、その問題に関しては、まだちょっと残ってるのが気がかりなんですけれども、まあ、カメラとしてはですね、正常進化してるかなというふうには思います。ただね、α7R2 と比べて、
まあ連写とか、そういうのがいらない人、別に高画素モデルだから、じっくり撮るよっていう人に関してはですね、別に α7R2 でもいいんじゃないかなっていうところはあります。まあただね、センサーシフト方式で4240万画素をフルに活かしたいっていう人は、いいかもしれませんけれども、まあ α7R2 と比べて、そこまでね、進歩してないなって感じる人は、もしかしたらですね、あまり魅力を感じられてないかもしれません。まあどうでしょうかね。そこら辺はですね、受け取る側、ユーザー側の声はいろいろあると思うんですけれども、皆さんはね、どのようにお感じになられてるでしょうか。それではですね、今日は、このように α7-3、α7R3 が出ましたんで、それについてお話しいたしました。今後ですね、α7-3 とか、α7S3 とかね、そういうのが出てくるんでしょうか。まあそういうところもですね、気になるところです。それではですね、今日はこれぐらいで終わりたいと思います。ここまでご視聴の方、どうもありがとうございました。それでは失礼します。さようなら。